1600GSR を見に行ってからラリーの虜になりまして、で将来はラリーがやりたいと、もうそればっかり考えながら育ってきました。当時ですね、コンピューターを使いながら構造解析して軽量な光合成のロールケージを作っていくというところが一番最初の仕事。ラリーそのものは実際に携わったのは1981年のランサーターボ、ランターボと言われるやつですね。時代はグループ B 真っ盛りで、四輪駆動の世界に飛び込んでいこうと、スタリオンをベースにグループ B という車を開発。ラリーの現場はとてつもなくアクシデントが多い、だから我々が想像しえないことが起こる。そこでも諦めずに最後までやる、抜く精神力と、それからそこを考えられる力を常日頃からこの岡崎にいる時に訓練する、鍛錬するっていうことですね。当時ランサーっていうのは 1800cc の、FF ファミリーカーで、とんでもない、そんな2リッターターボチャージャーのパワーのものなんか積めるわけないでしょっていうふうに猛反対を受けたんですけれども、ラリーに勝つためにはこれがどうしても必要なんですっていう活動を続けまして、最終的には会社に認めてもらって、ランサーのエボリューションという車が、誕生してきた。コンセプトが明確で、もう WRC に優勝する。ラリーの場合は速く強く、さらに軽く、本当に強度がないとダメだ。毎年毎年エボリューション進化していく。 4G63 というエンジンが、それを研ぎ澄ましていくためにはということで、ターボをこうしましょう、翌年はインタークーラーを大きくしましょうとか、水噴射をやりましょう、それを続けることによって一般の方々にもラリー車と同じエンジンが乗れるよというのを体感してもらえたということが、エボの人気につながったのかなと思いますし、非常に4G63には感謝してますね。私が会社入る前から WR とか好きで見ててはいたんですけれども、その三菱がそのマニファクチャラーズを取るなんてっていうのは、すごく感動しましたね。パリダカっていうのは非常に長距離の競技でして、日程で2週間距離にして、競速間だけでももう5000キロとか6000キロとか、手を抜くと必ずそこはもう不具合を起こすか、壊れるか、自分が一生懸命やってるつもりでも相手がそれぞれに一生懸命やるともう簡単に負けちゃうんだなというのがすごく身に染みました。そういったところが車作りでは難しいし、楽しいところ、量産者とのつながりというのを残しつつ、その中で最善を尽くそうということで、ファジロラス、フロントリードシップなんですけれども、そうしたこだわりはありました。やっぱり私にとっては何でしょう、もう三菱の DNA みたいなレベルで思っております。パリダカって言えば三菱なんですよね。世界で一番頑張って、世界で一番成功したチームであり、車であり、人であると思いますので、ものすごい誇りです。 WRC はもうスプリント、ダカールっていうのはやっぱり1ヶ月間過酷な条件で走る、サバイバルというんですかね、戦ってる環境は違うんですけれども、お互いに協力し合いながら、いろいろ刺激し合いながら車を開発してきましたね。この V6 本当にええ音するんだよな。パイクスピークも3年で優勝までいけたっていう部分は、やはり三菱自動車として使命を果たせたと感じました。ヒルクライムっていうものはトルクが非常に有利だったり、空気が薄くなってもパワーダウンしないと。一番大きかったのは2年目の AYC です。1年目終わってリアを2モーターにしたら AYC ができるぞと。当然社内にはランサーエボリューション、それからアウトランダー PHEV の開発も始まってましたので、 4WD の基本的な制御の考え方、 AYC の考え方、それから、ツインモーター、前と後ろにモーターを積んだ車の考え方、基本的な制御、この辺があったので、その辺を参考に、両方いいとこ取りをして制御を組み立てることができたというのは、三菱自動車の大きな強みかなと思いました。
そうですね、三菱自動車はやはりラリー、それからクロスカントリーラリー含めて、まあ、市販車をベースでっていう部分に非常にこだわって活動してた。パイクスピークの参戦に関してもやはり電池もモーターもやはりこれから量産するアイミーブ、これにちょっと改良を加えて限界性能を試していこうと、やはりそれがあの三菱自動車の伝統的な部分かなと思います。一番大きいところはやはり車に向き合う姿勢だと思ってます。レジェンドの方々っていうのは一台一台の車に対してしっかり向き合っていて、車全体を見て語られるというところで、まあ、そこが私の今のエンジニアリングのベースになって大変役に立っているなと感じています。バッハポルトガルは速いスピードで水の中に飛び込んでいくというところは私今まで経験したことがなかったのでかなり苦労しました。世の中では PHEV、まあ、電動車っていうのは非常にひ弱なっていうイメージがあったと思うんですけども、このバーのクロスカントリーラリーでちゃんと走り切ったというところで PHEV 電動車の可能性というものが大幅に広がったと思っております。今も SAWC の仕事をしているんですが、一番いい車というのはドライバーの感性に合った車を作っていくことだと思っています。結果を出してこのラリーの活動を三菱として続けていく、そのためには私の次の世代の育成というのがポイントになりますので、受け継いだことをうまく引き継げるように頑張っていきたいと思います。高田さんにはラリーやレースの現場での知識、それ以外にも普段の身だしなみだったり言葉遣い、そういうことも学んでおります。エンジニアとして車作りにそういうのが反映されるからだと考えます。まあ、勝つことが全てなので、分からないことはみんなで考えて解決する、普段は和気あいあいとする部分もあるんですけど、一つ何か不具合が起こったとしたらすぐに解決するんだという空気になりまして、そこがやっぱりラリーの先輩方のすごいところで、学んでいかないといけないなと思っています。やはりその先にはもっと研ぎ澄まされた世界が待ってるし、まあ、エンジニア冥利に尽きる舞台も待ってますよということを今の若い人たちに見てほしいなというのが私の希望ですね。ラリーの現場に三菱が戻ってきたということはもう非常に嬉しく、アジアクロスカントリーラリーで、まあ、相田さんが、今開発の、まあ、取りまとめとして、まあ、活躍されてまして、まあ、今までそのラリーの経験の、まあ、なかった方にも、まあ、そういう経験の場を詰めれるような人たちが増えてくるといいかなと思いますね。どんなところ行っても楽しく走れる、で安全に帰ってこれるっていうところが、やっぱ今も昔も継承された三菱の思想なんじゃないかなと思います。Drive your ambition, Mitsubishi Motors.